はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。メアリー、こと様、金様、猛禄じじい様、僕、平将、二人は〇〇様、ご支援ありがとうございました。二人は以降、字数オーバーで、表示されてませんでした。すいません。二人は何だったんだろう。わからない。私も平将さんって方は、あれなんですけれども、まあ、ご夫婦なのかなって思いますけれども、6月18日 NHK ネット聴取反対デモ開催、反応側コミュニティパーク、パヨクセイ名前ですね、代々木 5-68-1 に13時30分集合してください。初めての方歓迎であります。ドスの効いたデモではありません。みんなニコニコ和気あいあい、歩っております。プラカなど用意しております。手ぶらでどうぞお越しください。何にも用意するものありません。途中合流、途中離脱もお気軽に、お願いいたします。NHK の西門、西門、あたりで待っててくださって、合流しても構わないし、スクランブル交差点で合流されるとすぐ終わっちゃうからあれですわね。内部情報、 NHK 幹部はデモをめちゃくちゃ嫌がってるようであります。特にスクランブルデモは、スクランブル放送っていうのを人前で連呼されること自体を嫌がっている、そうであります。スクランブル放送って何って聞いて、こうだよ、教えてもらったら、あれそれいいんじゃねえの NHK はあるの、っていう人が増えると大変だから、人の嫌がることを進んでやりましょうと、私たちは小学校あたりの道徳で教わりました。ちょっと意味が違うような気がしますけれども、NHK の嫌がることを進んでやりましょう。7月1日17時から池袋にて制作報告会開催いたします。いらしてください。住所などは動画説明欄もっと見るをクリックしてご覧になってください。先ほど参院で LGBT 法可決成立しちゃったって、安倍総理がご存命ならこんなことにはなってないのにな。女装おっさんが女子トイレや女子風呂に侵入する危険性は稲田朋美、それは犯罪です。犯罪は想定してません。ダメだこの人、責められたらって質問にですね、外交努力で回避するから想定しなくていいって答える共産党と同じじゃねえか。相模原テクテスさんの投稿であります。先ほど小田急線相模大野駅トイレに女装おっさんが入っていくのを見ました。駅員に聞いたら、そういうのを見つけたら声かけて障害者トイレに誘導することはできるが強制はできないそうです。上からそう言われたそうです。強制はできない。女子トイレにどうしても入りたいっていう場合阻止できない。上からそう言われた。小田急の会社の方針みたいですね。鉄道会社右習いなのかな。一般反応です。心は女おっさんの天国に。体は男の女子トイレは犯罪だが、駅員が下半身見せろとは言えないよな。そうだね。なんかもっともだね。あんた体はあれでしょ、差をついてんでしょ。確かめっからちっとパンツを下ろしてなんては言えないわね、駅員がね。この理屈で銭湯の女湯に入るおっさん続出だろうな。盗撮カメラ仕掛け放題やん。トイレが危険な時代に逆戻りと。障害者トイレっていうのは聞こえが悪いんで、今はですね、誰でもトイレって名前になってますけれども、昔から女子トイレ利用の女装さんはいたんでしょうけど、おっさんってわかんないぐらいね、完璧な女装だったらおっさんって気がつかず問題にもならんかったんでしょうね。まあ綺麗系のお姉っていうんですか、汚い系のお姉もいますけれども、なんか坊主頭で、化粧だけしててみたいな方もいらっしゃいますけれども、自民党が金欲しさに変な法律作っちゃうから、ますますややこしい世の中になっちゃいましたね。成立はしたものの民間団体を支援っていう文言が削除され、公金徴収が困難になったことに対して不満な立憲、性的多数者側を擁護する内容が含まれ差別を助長しかねない。はっていう、はっていう、性的多数者側を擁護する差別を助長しかねない。はっていう、一般判断です。性的多数者側を擁護するのは当たり前では、擁護しちゃダメな、多数派の権利を守ったらダメなんか。性的マイノリティ支援給付金とか言い出しそうで怖い。ノーマルってだけで罪なのかよ。日頃多様性ってしつこく言ってて、これ外国人といい少数派を特別扱いしてばっか、民主主義が何だか分かってなさそう。
大多数の性的ノーマル用語は LGBT 差別って全然意味がわかんないですけどね。立憲のあの少数者のゴリ押しは LGBT 当事者さんたちも嫌がってるんですけどね。楽慎吾さんとかも、私あのホモですがこの法律反対です言ってました。多数派切り捨てて支持率上がるとでも思ってんですかね。バカの極みだな立憲民主党。最大多数のあの最大幸福っていうですね、民主主義の大原則もご存知なさそうな、あもしかして中身共産主義者なのかな、それともただのバカなのかな。ちなみに最大多数の最大幸福って言ったのベンサムでしたっけ。ベンサム、これが元なんでね、民主主義ってね。ただしあの民主主義にはいろいろ欠陥がありまして、バカな議員も選出されて、そいつらとも話し合ってものを進めていかないとならないんで、非常に賢い議員もバカな意見に引っ張られて、民主主義で得た結論は最善のものではないっていう弊害あるそうです。なんか同じ労力かかるのに多数派の Windows じゃなくて Mac 用のアプリ作ってる感じっすね。バカみたい、いやバカそのもの。Mac 用のウイルスを一生懸命多大な労力かけて、作って拡散しましょう、そんな感じ。ウィン狙った方が楽なんじゃねえのかなって思いますけれども、私はないって予想してますけども、メディア関係は衆院解散に向けていろいろと準備始めたみたいであります。ちょっと情報入ってきてね。私が立候補するなら自民が公明に遠慮して候補立ててない東京12区、北区と石橋、板橋区の一部、かなぁ。衆院に私立候補するとしたら、2021年10月の結果、公明党岡本三成10万1020票で当選。自転維新安倍司8万、共産池内沙織、7万2000ぐらい。立憲が共産池内沙織に遠慮してですね、候補立ててなかったのは意外でした。東京で唯一の公明党エリアなんで、住んでなくてもですね、住民票を置いてる信者多いんでは。どこの信者とは言いませんけども、そうなんでしょ。怒らないから正直に言いなさいって怒りながら言うと。私が出るんだったらまあ12区だわな、公明党の首取りたいっていうですね。公明党の首取ってですね、まあ維新が当選、公明党の票を減らせねえか、組織票しかねえんだしね、あそこ。スーパーヘリックスで解散を嫌がる立憲と共産、スーパーヘリックス何言ってるか分かんない。内閣不信任案提出は解散の大義になりうるという総理の言葉に対して、立憲安住、我々は不信任案出しますけど可決するだけの力ないんだから、それが大義になるなんてそれは手任せですよ。じゃあ出すなよバカっていう意見がすごく多かった。一般反応です。じゃあ出すね、じゃあ何のため出すの、パフォーマンスです。空維新に盆踊りかやってバカにされるわな。解散を恐れる野党第一党なんて情けない連中なんだろう。立憲が解散を望んで不信任案出すんじゃないの。解散望んでるから不信任案出すんじゃないの。いつ解散しようが立憲の議席減って泉が辞めるのは確定。泉やっと辞められる。そんなに選挙が嫌ならいっそ信任案出したら、内閣信任案したら解散しねえわね。我々は出しても可決する力がない。なんかすっげー情けないことってんですけど、恥ずかしくないのかなと思うんですけど、それがないんだな。パヨって恥がないんだよね。小西だの、蓮舫だの、何度も何度も生き恥書いてもですね、それは恥と思わず、平気で今日も恥の上塗りに励んでいるじゃありませんか。連中に恥の概念はない。あっても我々のとはちょっと違うもんだと考えられます。我々が言うですね、人の嫌がることを進んでしましょうとですね、パヨの言う人の嫌がることを進んでしましょうは意味が違いますから、全く意味が違いますから。多分安住はこう言いたい、我々が出す不信任案なんて茶番なんだからマジになんなよじゃあなんで出すんだって話なんですけどね。まあパヨはこれ聞いてもですね、安住さん立派だかなんかぐらいしか思わないでしょうね。バカパヨはバカだから。これのこれがないと落ち着かないっていう、戦うことが大好きで、昔火炎瓶投げてたような
バカパイ支持者向けの発言でしょうね、発言っていうか提出でしょうね。そんなバカパイも高齢で自分はもう戦えないから立憲に反政府運動をしてもらってキャッキャと喜ぶ、まるで幼児対抗してんな、維新ババ幹事長気軽に不信任案出しやがって高齢行事の盆踊りがやって言われてましたけど、高齢行事その通りですね、パチンコ倒産ブログさんによればですね、立憲の前身民主党ができたのは25年前、ですと1998年とかなのかな、25年間に民主党から立憲が出した内閣信任案が23回閣僚への問責決議案が32回、毎年1回出しているっていう、これは高齢行事ですね。6月に出すもん、決まっている、支持者も長年の習慣ですね。これを見ずには年越せないんでしょう、紅白見ないとなんか大晦日のような気にならない、長年の習慣で。小倉圭司、すぐ大声出して恫喝する人か、小倉圭司共産党国対委員長、解散をちらつかして脅したりすかしたりしようとしているのか知らないが、解散権を持て遊んではならないって何言ってんだなこいつな、バカパヨはこいつの言ってることおかしいってことに気がつかないんだろうな、バカだろうな、解散をちらつかして脅したりすかしたりしようとしているのか知らないが、解散権を持て遊んではならない、何言ってんだこいつって、一般聞いてるようだろ、じゃあ出さなきゃいいじゃん。不信任案はもてあそんでいいのか、不信任案で脅しは良くないぞ、選挙にビビる野党ってなんだよ、何ちびってるの、いつもの恫喝どうした、脅しすかしはいつもお前らがやってることじゃん、選挙が怖くなったら政治家として終わりだろ、普段からやめろやめろ解散しろ解散しろ言うとるやんか、野党解散しろ、不信任案提出、与党ですよね、野党そりゃ脅しかって全くわけがわからない、全然わかんない、何にもわかんない、これももう茶番だからマジになんねえって意味ですかね、茶番で横面張り倒すようなことを連中にとっては正義なんだ、そうなんだ、あー全然理解できない、だがしかしこんなわけのわからないへりくつ言っててもバカバカ支持者はキャッキャキャッキャと喜ぶんでしょうね、今日15日野党が膝つき合わせて出すか出さないか協議するんだって、あんたらもう失うもんないんで、支持者だけでも称賛されたらいいんじゃないの出して、これまでもずっとですね支持者向けの言動しかしてないじゃん、外国人、だの、LGBT だのばっかりで多数派切り捨ててきたやんけ、あとはサドルにぶっかけんのやめてね、卑怯卑劣な共産党、埼玉県水着撮影会妨害事件から全力逃走中、アベマ TV 撮影会中止問題特集するんすけど出てくんないですか、埼玉県、共産埼玉忙しいから無理逃げる、一般人共産党埼玉支部に問い合わせたら県議たちはほとぼりが冷めるまで誰も来ませんって言ってました、この事務員正直すぎほとぼりが冷めるわ、一般浅草カーニバルは半年ないのはなんで、浅草もね古いとこだから、ヤクザが怖いんじゃないの多分ですけど、共産党といえどもヤクザは怖いんじゃない、マスコミも共産党が妨害した事実を全力隠蔽中、共産党は寝首かくような真似しかできんのか、できないですね、あとは論より大声嫌がらせ最後は暴力しかできないですね、頭悪くて、ツイッター上の支持者たちは大絶賛なのにね、普段対話が大切と言っておいて、これテレビアベマ TV に出てちゃんと自分はこう思ったんだって、言えばいいんだねえのかな、安全な場所から一方的に殴りたいのであって対等な議論などできるわけがない、バカだから、みっともなく逃げ回って他者には説明責任とか言うの草、さすが共産党も文化破壊者だの、グラビア業界ひいては AV 業界芸能界を敵に回すのは途中でですねやばいって気がついちゃったのかな、ダークな部分でのお仲間ですもんね、ほとぼりが冷めるまで誰も来ない、電話に出た事務員さん正直すぎおかしいの、これ限界知能さん雇ってですね補助金ピンハネしてる疑惑があるな、そんな正直なんでは
確か障害者を雇用した企業にですね、1人当たり月15万ぐらい出たような気がしますよ、補助金。我々はですね、パヨは文化破壊者って言い続けて、漫画やアニメを表現規制から守りましょう。中国、韓国、それ狙ってですね、アグネスとかみずほにギャーギャー言わしてるのは明白ですからね。今からですね、共産党は文化破壊をやめろーって、代々木ででももう、かますのもいいなんてちょっと思っております。というわけで、日曜日のデモご参加よろしくお願いいたします。お気軽に、どうぞご参加ください。みんな優しい人ばっかりになります。私が10年前に、出ていたデモとかは、みんな曲儀付きとかギラギラさせて、おっかなかったんですけども、私のデモはそんなことありません。ピンク柄を基調としたふんわりとした、パステルなフェミニンな感じの、デモにしますんで、まあ言ってることはきついっすけどね。NHK は嘘放送やばらーん、言ってることはきついっすけど、中身の雰囲気はとてもいいです。ぜひとも初めての方もお気軽にご参加ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。